はぁ、眠。ありえないだろう、仕事で朝帰りって。しかも3時間後にはまた家を出なきゃならないなんて。着替え取りに帰るだけだな、これ。過労死ってこうやってすんだろうな。はぁ、お？あ、猫山さん見つけた！危ないまーす！あの猫、怪我してる。逃げられないんじゃ。猫山さーん！ねえ、助けられた。よかった。しっかりしろください！しっかりしろまーす！ここは、天国だったりして。いや、もしかして異世界転生してたり？だったら俺、何のスキルもらってるかな。勇者になれるぐらい強いやつだといいな。やべえ、頭おかしくなってる。やっぱりダメだったか。え？猫山さんのために頭犠牲にしてくれてありがとうます。スモモ、責任は取る。あ、もしかして俺生きてる？恥ずかしい。いや、違うんだよ、今のは。失礼します。って、起きてる！よかった！本当にありがとうございました。猫山さんを助けてくれて。この子のお母さんかな？ママ、この人、お話できなくなってるます。え？さっき異世界とか勇者とか。うわあ！できる、できるから！できますよ、この通り、ピンピン。うわあ！ダメですよ、立ったりしたら骨折してるんですよ。あ、そうだったんですね。でも本当に目覚めてよかった。あ、私神楽ひまりと申します。こっちは。スママはスママママママのうち。俺は領事です。でもよかった、あの猫無事だったんですね。おい、領事のおかげ。領事には感謝しかねえ。スモモ、責任を持ってお前の頭直す。だから頭はおかしくなってないから。でもごめんなさい、その体じゃしばらくお仕事もできませんよね。ああ、それは全然お気になさらないでください。え、どうしてですか？あ、いや、なんでもないです。とにかく猫山さんを助けられてよかった。俺は領事、28歳のサラリーマン。俺が勤める会社は超ブラック。昨日で30連勤だったんだよな。普通は休みなんて取らせてもらえないから、この事故はむしろラッキーだったかも。これでしばらく休めるからさ。ああ、仕事に行かなくて済むって幸せだ。それじゃあ私たちはこれで失礼します。また来ますね。いや、もう大丈夫ですよ。残念無念、また来週。さようなら。お見舞いに来てくれてありがとうね。よし、会社に電話するか。って、鍋島部長からめちゃくちゃ電話来てる。そりゃそうだよな。無断欠勤みたいになっちゃってるし、早く電話しないと。佐々木です。鍋島部長、おはようございます。大変申し訳ありません。実は交通事故に遭ってしまいまして。そういう言い訳いいからさ、早く会社に来い。君が来ないことでね、みんな困ってんだよ。いや、嫌じゃなくてさ、はいでしょ。足や他のところも骨折してまして、体がまともに動かず会社に行ける状態じゃないんですよね。それでしばらく入院することになったんです。いや、口が動いてるじゃないか。少しでも動くところがあれば大丈夫。さっさと会社に来い。もし君が言ったように仕事ができなくても会社に来ることが大事なんだよ。それがチームワーク。ワンフォアオール、オールフォアワンってやつだから。今せっかく会社いい感じなのに、チームの輪を乱すわけ？どうなの？嘘だろ？交通事故に遭って骨折して入院が必要って言われてんのに出社しろって。どこまで真っ黒なんだよ、この会社。話、聞いてんの？あ、聞いてます。あのさ、来ないならクビになる可能性もあるからね。え？君、病気のお母さんがいるんでしょ？今会社を辞めることになったらまずいよね。
入院代払えなくなっちゃうもんね。そうなりたくなかったらちゃんと言うこと聞きなさい。じゃあ、鍋島部長。最悪だ。でも行くしかないのか。こんな会社だけど辞められない理由は、鍋島部長の言う通り母さんのことがあるから。母さんのことがなければとっくにこんな会社辞めて転職活動してるけど、今の状況での転職は怖い。失敗した時に母さんの入院代が払えなくなるかもしれないから。よし、今のうちにこっそり病院から抜け出そう。てやっぱり頭おかしくなったか。うわー、何してんの。何って、お見舞いに来た。猫山さんがお見舞いに来たいって言ったけど、病院の入り口からは入れんから窓から来たます。いや、ここ2階だよ。どうやって。そこの木を登ってきたます。うそ、すごいね君たち。でも危ないからダメだよ。で、どこに行こうとしてるますか。会社だよ。そんな体で行けるわけね。まず頭直してください。頭は痛って正常だよ。でもね、行かなきゃいけないんだ。しょうがないんだよ。そんなに仕事好きなのか。仕事は好きじゃないよ。むしろ大嫌いだ。こんな時にも行かなきゃいけないんだから。ってこんな話してごめん。じゃあ俺は行くから。ストップ。ちょっと話してくれよ。会社には行かせねえ。どうしてさ。龍二は猫山さんの恩人。スモモは龍二の頭と体が治るまで責任を持って面倒を見るって決めてるから。だから頭は大丈夫だから、とにかくさ、話してくれよ。行きたいならこのままスモモたちを引きずっていきます。児童虐待と動物虐待しながら。そんなこと言われたらいけないだろ。頼むから話して。行かなきゃいけないんだ。行かなきゃクビになっちゃうんだよ。こんな怪我してんのに行かなきゃクビになるような会社辞めたらいい。そうしたいよ俺だって。でもそうできない理由があるんだ。理由何ますか。いや、それは子供に話すことじゃ。言わねえなら児童虐待と動物虐待してるって叫ぶ。はい。いえ、スモモたちは本気と書いてマジ。分かった、言うよ。言えばいいんだろ。なんでこんな小さい子に俺はいいようにやられてんだ。でもとりあえずどうにかこの子と猫山さんを巻いて会社に行かないとってわけなんだ。話したから会社に行ってもいいだろ。うん、猫山さん、なるほど。あれスモモちゃん、猫山さんどっか行っちゃったよ。気にするなください。リュウジ、スモモと猫山さんはリュウジが会社に行くことを認める。やった。やったっておかしいか。ただし条件があります。条件。おい、何それ。今からスモモになすがままにされること。その条件の面なら言ってもよし。わかったよ。よし。お、包帯なんて持ってきて何するつもり。ぐる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 こさみん。うわー、何すんだ。2時間後。リュウジ君のやつ遅いな。まさか来ないつもりか。もし来なかったら本当にクビにしてやる。交通事故ぐらいなんだってんだ。本当に近頃の若者と来たら。鍋島部長、遅くなって申し訳ありません。本当だよ。何時間遅刻してるんだ。その分の遅れ取り戻してもらうからね。今日は泊まりで仕事しなさいって。はあ、なんだその格好は。交通事故の怪我で。いや、さすがにその包帯は大げさだろ。ミイラ男みたいになってるぞ。ふざけてないでその包帯を取れって。うわ、ゾンビみたいな顔色。これでも休んじゃダメですか。うわ、当たり前だろうが。うちの社君はオフィスで死ねえだ。帰ることは許さん。帰ったらクビだからね。わかりました、頑張ります。
あ、猫？迷い込んだのか？ちょっと、私のお魚返しなさい。それは義妹のあやねちゃんのために買った魚。返さないならあなたを裁くわよ。おい、なんだね君、部外者だろ。なんで車内に入ってるんだ。すみません、最愛の義妹にプレゼントするはずだった魚をこの猫に盗まれてしまって。魚を回収したらすぐに帰りますって。あ、魚は？あった。で、あなた、その体どうしたんですか？顔色もかなり悪い。昨日交通事故に遭いまして。交通事故に？いや、そんな状態で会社に来ちゃダメですよ。休まないと。部長に出社しないとクビって言われたんです。ですよね、鍋島部長。それが本当だとしたらひどすぎます。ち、本当だよ。だからどうだって言うんだ。これがうちのやり方なんだよ。龍二だってうちのやり方に納得して働いてるんだ。部外者が首を突っ込まないでくれるか。ちょっと待っててくださいね。ああ、もしもし部長。はい、いいですか？いいですよね。もう私決めましたから。急に電話し始めてどうしたんだ。それでは首を思いっきり突っ込ませていただきます。はあ、わけのわからないことを言ってないで部外者は出て行ってくれ。労働基準監督署です。突然ですが御社の調査を行いたいと思いますので、ご協力願えますか。え、労働基準監督署？はい、私そうなんですよね。本当は休日だったんですけど、休日返上して調査することにしました。部長もそうしろって言ってましたし。いや、言ってなかったか。まあどっちでもいいです。今から御社を隅々まで調べさせていただきます。やめろ、やめてくれ。あなたはとりあえず病院に戻ってください。タクシーの手配をするので。はい。ん？この資料は。こんなに残業させてるんですね。それなのに残業代を一切払ってない。30連勤、ひどい。あなたなかなか優秀ね。私一人での調査はさすがにきついかなと思ってたところなの。一緒に調査してくれない？この魚は報酬としてあなたにあげるから。やめろ、やめてくれ、頼む。すごいことになったな。労働基準監督署の人間を呼んでくるなんて。猫山さんはすげえます。全身に包帯巻いて大げさにして労働基準監督署の人に同情させる作戦考えたのも猫山さん。スモモに包帯渡してきたの猫山さんだから。おお、というかスモモちゃんからもらったカルピス飲んでからめっちゃお腹痛いんだけど。変な汗も出るし。足りめえ、あれ3年物のカルピスだから。なんてもの飲ませてんのさ。ようやく口に苦いし顔色悪くなって、さらに労働基準監督署の人の同情を誘えたし一石二鳥。ちょっと待ってよ、全然良薬じゃないじゃん、ただの毒だって。うわー、お腹痛い、トイレ。その後うちの会社はというと、調査で数々の違反が発覚し、労働基準監督署から是正勧告が出され、今までの残業代や社員への慰謝料を払うことに。総額でかなりの金額を支払うことになり、それがきっかけで倒産することになった。倒産はしたものの、残業代や慰謝料を受け取ったことで俺は母さんの入院代を払いながら転職活動ができる。鍋島部長からも個人的に慰謝料をもらった。鍋島部長は今回の件で、部下を人と思わないようなことをする人とは暮らしたくないと奥さんに愛想を尽かされて出て行かれたらしい。まあざまあみろって感じだよね。ブラック企業で働いてて誰かを助けて死ぬなんて異世界転生できるパターンだと思ってたんだけどな。でもまあもうブラック企業は辞めたし異世界転生する必要もないか。猫山さん、やっぱりあいつ頭おかしいまままし。あ、スモモちゃん、猫山さん。おーし。もうすぐ退院なんだろ。ああ、おかげさまで。看護師さんもびっくりするぐらいの回復スピードらしいよ。スモモのカルプスのおかげ。だから言った、療薬だって。ああ、本当にそうだったりして。って、それはさすがにないか。
でもありがとうね、すももちゃん、猫山さん。二人のおかげで俺はあの地獄から抜け出せたよ。あのままじゃ俺、せっかく助かった命を過労死して失うところだったと思う。ただのリアル猫の恩返し。はい。確かにまさに猫の恩返しだね。俺さ、明日退院なんだ。もしよかったらご飯ごちそうするよ。俺こう見えて料理得意なんだ。猫山さんもおいで。猫山さんは寿司がいいって言ってるます。猫がお寿司？あ、猫扱い一緒になってブチ切れてる。だって猫じゃん。じゃあまたたび買っといたんだけどいらないか。それとこれとは話が別って猫山さんがブチ切れてる。なんかずるくない？それよりこれ飲めください。何それ？薬。うわ、くっさ。もしかしてこれカルピス？おい、3年ものじゃ頭まで治せなかったから5年もの持ってきた。5年ものだって？お腹痛くなってきた。助けて。ようやく口に逃がし。その後、その療薬のせいで入院が1週間伸びた。ただその後の健康診断でいつも引っかかってる項目が引っかかってなかったんだよね。まあこれはただの偶然だと思うけど、とにかくすももちゃんと猫山さんの恩返しのおかげで俺は新たな人生をスタートさせることができた。これからだ。これから幸せになっていこう。本当にありがとう、二人とも。